皆さんこんにちは、トリプルハートの美希先生です。さて今日は正しい姿勢の中でも座った状態での正しい姿勢をお伝えしていきます。はい、早速いきますね。ポイント6個あります。1つ目、足の裏をしっかり床にくっつけてください。はい、2つ目、膝を閉じます。膝と膝をくっつける。3つ目、お腹にしっかり、背中にもしっかり力を入れる。4つ目、肩を1回上げてストン落とす。肩が上がらないようにする。5つ目、首を伸ばして顎を引いて目線はまっすぐ前。はい、6つ目、手は膝の上。以上6つのポイント、これを守って正しい姿勢のキープを練習していきたいと思います。それでは早速ですが、この状態で10秒間一緒に止まってみましょう。こうやって動かないようにピッ、止まったまんまね、10秒間数えるのでやっていきましょう。それでは参ります。用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、一旦力抜いて大丈夫です。できたでしょうか。はい、それでは今のはね、基礎中の基礎です。ちょっと応用していきましょう。ここにね、カードだったりとかノートが準備してあります。お家にあるもの何でも大丈夫です。頭の上に乗りそうなもの、何かご準備いただいて、さっきの姿勢を作って、このカードを正しい姿勢ができたら乗せてあげてください。はい、この状態で10秒間やってみたいと思います。さあ私も一緒にできるでしょうか。みんなで一緒にやってみたいと思います。それでは10秒間参りましょう。用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、取って大丈夫です。さあ皆さん落とさずにできたでしょうか。というわけで基礎応用お伝えしましたね。こうやって尺を伸ばしたり秒数を伸ばしたりして挑戦してみてください。それでは今日はここまでにしましょう。またお会いしましょう。ありがとうございました。